理学療法士の山中です。今回は歩くポイントの中でも大事になってくる腰回り、姿勢ですね、そこのポイントをお伝えしたいと思います。キーワードはおへそです。このおへそが前に向くような感じで歩けるとすごく歩きが良くなりますが、触れるようにしておくといいですね。ですので歩くときに横から見たらこんな感じ、ちょっと姿勢良くしようと思って反ると反りすぎになりますので、少し緩めてからおへそ触れるぐらいの感じにしてもらうといいと思います。この姿勢になると股関節がすごくこう使いやすくなりますので、ぜひ歩く前におへそを触る意識してみてください。はい、ではここからは実践をしたいと思います。まず姿勢なんですけど、下さんと姿勢よく歩いてみてくださいって言われたらどんな風にしますか？お、なるほど、背筋はいい感じがするんですが、ちょっと横から反りすぎるってことがあるので、一度体がバーンって緩めてみて、おへそ隠れますよね、触れないと思います。そこから触れるぐらいまで起こしていきます。あ、そんなもん。それで足踏み歩くって感じだといいですね。反ると多分ちょっときついと思うんですよ、頑張って反りすぎると思うときついので、ぜひ緩めてからおへそ触れるかな、それぐらいはこっちです。で、このおへそを触るっていうのはデスクワークとか座っているときにも姿勢が悪くなってくるときの整えにもなりますし、ここは立っても座っても一緒ですので、ぜひおへそを触るということを日常気にするといいと思います。やってみてください。